塚田義雄は、声楽作品を中心とする伴奏ピアニスト。群馬県高崎市出身。群馬県立高崎高等学校から、東京芸術大学音楽学部声楽科に進学し、卒業。卒業後、伴奏ピアニストに転身、小林道夫に指示。1968年、東京芸術大学大学院オペラ科の伴奏助手として奉職する傍らに機械の、 研究生となる。1969年に発足した東京室内歌劇場のオペラ公演に出演。荒削りだが雄大な演奏を披露し、注目を浴びる。1970年、日本大学芸術学部音楽科伴奏方講師に就任。1975年にはドイツゲトモルトに留学。1977年帰国。1979年に再び、 東京芸術大学大学院の畑中良介、教授講座、現代ドイツリート、日本歌曲講座の伴奏女子となるも、1989年に辞職し、フリーになる。1994年に、ソプラノ席帝史のカーネギーホールでのコンサートの伴奏を務めたほか、NHK 紅白歌合戦の伴奏としても多く、出場するなど、国内外で幅広く活躍している。 ピアノ伴奏を担当した CD は多数リリースされているほか、歌手、高津啓としても多くの CD が発表されている。1996年第19回工芸芸術奨励賞。1999年には、歌曲伴奏者に対する賞、第1回、水谷達夫賞、塚田義夫、タワーレコーズオンライン。ありがとうございます。